ブライアン・ケリーはアメリカ合衆国のプロレスラー。バージニア・シューバーク出身。現在はアメリカ合衆国のプロレス団体、WWE 参加の FCW にてバイロン・サクストンのリングネームで所属。プロレスラーになる前はテレビ局で副プロデューサー、リポーターなどをしていた。2007年、WWE とディベロップメント契約。参加団体の FCW でデビュー。 2008年にリングネームを現在使われているバイロン・サクストンに変更。ブラック・ペイン、スティュー・サンダースのマネージャーになるなど主にアシスタント役となっていた。2009年、ジム・ロスが病気で自宅療養に入ったため代理として ECW の解説を務めていたマット・ストライカーがスマックダウンの解説を担当することになったため、サクストンが ECW の解説者となりジョシュマシューズと コンビを組んだ。2010年2月に番組終了が発表され、同月16日の収録をもって終了となったため FCW に戻る。12月 NXT のシーズン4にルーキーとして参加。プロはクリスマスターズ。1月4日の NXT において勝利すれば好きなルーキーと自分のルーキーを交換できるランブル戦が行われドルフ・ジグラーが勝利。 サクストンを選んだためジグラーのルーキーとなったが、第4位の成績に終わる。2011年3月、NXT シーズン後に、今まで NXT に参加し、脱落したレスラーたちが再び NXT の頂点を目指すという名目で参戦することが決定。吉達をプロに迎えて挑んだが、二人目の脱落者となった。2012年、NXT が、 FCW と統合し、新生 NXT へと移行。ロスターから外れ解説者兼クリエイティブ、アシスタントとして活動している。2015年1月、スマックダウンの解説者になった。ありがとうございます。